帰っちゃった。遊んでるかかたん。クリップで。たまにモルちゃんこういうことしますよね。今回は我が家にあるモルちゃんのケージを紹介したいと思います。メリットもデメリットも紹介していこうと思います。まずは、じゃこじゃん。こちらのケージ。よくあるタイプのものですよね。60センチ、30センチぐらいかな。これは扉がね、2つあります。大きいのと小さいのあって、ここが大きくないとモルちゃんを抱っこするのもしにくかったりするんで、あと掃除もね、しにくくなっちゃうんで、ここの大きさは結構私は重要視してます。今ね、洗ったばっかなんで少し濡れてます。ただ、こちらのケージなんですが、なんと、ワイドのペットシーツを敷いてしまうと、こんな感じになっちゃうんですね。上の部分が余ってると、モルちゃん、餌かなーと思って、食べようとするんですね。やっぱり、口元に何か物があると気になってしまうので、食べる癖が、もしかしたら、ついちゃうかもしれないので、我が家ではペットシーツをこうやって少し折って使ってます。まあロフトとかももちろん入るんですが、まあ、結構こうやって掃除もしやすいし、なんか不満といえばこのペットシーツワイドがちゃんとピタッと収まらないぐらいでしょうか。あと一つは、例えばモルちゃんをお散歩させるとき、この状態にしておくとね、足かけて爪がね飛んだりするので、ここに布挟んだりした方がいいかな。ここがね、もうちょっと斜めのスロープとかいい感じのバリアフリーになってればいいなぁとは思いますね。一応モルちゃんこの高さをジャンプして戻る力はあるんですけど、もしかしたらこういうところに足を挟む可能性がありますね。このケージは、ね、お値段的にも、まあ、スタンダードかなって思いますね。モルちゃん飼い始めるにはまずこれでいいんじゃないかなとは思います。まあ、何かあった時とかに一つ持っておくと便利かなって思いますね。ただこのタイプはね、今ね売ってないのかな、ちょっとわかんないですね。これ買ったのが多分10年以上前なんですよね。これより少し大きいサイズのケージがあるんで、そちらも紹介していきます。で、今はですね、こっちのタイプ使ってないです。これが90センチタイプのものですね。これもね、同じ感じで扉も一緒です。ただ相当大きいですね。掃除はしやすいです。ただやっぱりペットシーツのサイズが合わないんで、上を折りたたんで使ってます。この上の扉もかなり広いです。こっちのやつはここがね、ちょっとしょぼい、くっついてない。まあ、家に余裕があるよっていう人はこっちの90センチタイプの方がいいかな。はい、小松菜ちょいちょい枯れてきた。まあ、この60センチタイプに戻ったんですけど、モルちゃんが実際に入るとこんな感じですね。ロフトがここについてます。いて、痛い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 。まあ少し狭いかなとは思いますね。よく部屋で散歩させるよって人はこの60センチで大丈夫かな。できれば90センチの方がいいと思います。で、お散歩できるように、うちはこうやってタオルをこうやって挟んでお散歩できるようにしてるけど、今高いからやめようね。ここに100円ショップで買ったタオルとクリップをつけてます。で、クリップこうなってると怪我の原因になるんで、必ずこうやってます。今のところそれで怪我はないですね。ちょっとまだ散歩できない今日。ちょっと待ってね、終わったらね、撮影ね。あー、タッチしたタッチした。今ね、撮影してんの。ミルちゃん、ミルちゃんちょっと待って。今ね、撮影してんので、次はこちらのケージですね。これはね、楽天で買ったんだよね。うさぎさん用なんですけど、で結構ね、安い。多分今回紹介するケージでこれが一番安いんじゃないかな。どうしたの？どうしたの？どうしたの？
どうしたのどうしたの逃げるんかい。どうしたのミルちゃん。はいはいはい、あ、背中が嫌がってるのか喜んでるのかよくわかんないです。ミルちゃんはケージのリンクとかは下のルームとかに貼ってあるんで、よかったら参考にしてみてください。このケージはウサギさん用のものなので、よいしょ、ちょっと失礼して、こうやってスノコが下にあるんですよ。なんでお掃除の時はこれをペットシーツを1枚ペロッと取って、拭き掃除はしないで掃除するのが若干不満ですね。でロフトはこんな感じで100円ショップで購入した、なんだ、なんかこういうのに100円ショップで購入したタオルとクリップつけて使ってます。ちょうどいい、モルちゃんにはいいサイズ。何がいいってこのスロープがね、すごくいい、スロープがすごくいい。ちょっとごめんごめん、ちょっと後で散歩、後でやります。でここのストッパーもちゃんとしてるけど、ちょっと汚いんですけど、ここがね壊れやすい。ここが壊れたら多分替えのパーツは売ってないと思います。で引き出しタイプなんで、ここにここをね取れます。今見たら汚かったんで写さないときます。でさらにこちらのケージのいいところは、上がねオープンで開きます。これはいいですね。であとはキャスターがついてます。なんでお掃除するときとか、こここうやって移動できますね、簡単に。キャスターは外したりつけたりできます。床に置いてる子たちはキャスターをつけております。でちょっと変わったお家、モカ君のお家なんですけど、これは犬用のケージ。本当は上にこう檻があったんですけど、その檻は取っ払って下のトレーだけ使ってます。この網はですね、100円ショップで購入してきて、ここなんていうの、これなんとかバンド、結束バンドみたいなのでつけてます。近いね、モカ君。でこれはモルちゃんによるんですけど、モカ君はですね、ぶっちゃけこの網がなくても落ちないです。なんかそういうのはね分かってる、高さを分かってる系モルモット。ただうちだとこのモルちゃんはね、高いところから平気でボコボコと落ちていくんで、そういう見極めが必要です。モカ君はなぜか落ちない。で昔いたももちゃんっていう女の子モルモットはこれね、なしでした。なしで地球での任務を終えて帰りました。だから本当これはね、おすすめしないです、初心者さんには。なんかこういうモカ君みたいな変なモルモットには大丈夫です、絶対飛び越えない、なぜか。貝貝ですね。ただこのケージはすごい広々としてて、めちゃめちゃ使いやすいです。やっぱりこういう犬用のねケージですと、ペットシーツがぴったり、これはとても重要です。やはり毎日のお掃除が大変になるのはね嫌ですよね。こういうタイプだとこうやってモルちゃんと遊びやすい、コミュニケーションも取りやすい。いや、かわいいね。なんかね、お風呂入りたいね。冬は入れないからね、うちは冬はお風呂禁止例外はあります。このケージはねめっちゃ使いやすいけど、人による、モルによるんでおすすめはしないです。でもかなりいいケージだなって私の中では思ってます。ただね、上がね何もないと何かあった時危ないなっていうのはもちろんありますよね。例えば小さいお子さんがいるところとか、犬とか猫とか、そういうちょっとモルモットにとって危険な生き物を飼ってるよって人は不安ですよね。ただ私はね、このケージが一番好きかもしれない。1番か2番。ねえモカ君、いいよねこのケージね。次なんですが、こちらも犬用のケージですね。このケージもね10年前に買ったやつなんで、全く同じ形っていうのはないかもしれない。うん、ペットシーツを4枚敷いてますね。かかったん、ちょっと帰ってもらっていい、かかったん、ここ開けるから、はい、このケージのいいところは扉がしっかりしてます。ここ上と
下で噛ませてどうしたの、上と下で噛ませてどうしたの、みんな集まって動画に出たいの、動画に出たいって、しっかりと固定されてます。よ、まあ、ガシャガシャちょっとうるさいかなね、広いね。でもただ広い分掃除も大変になりますね。広い分ペットシーツの数が多くなるんで掃除する範囲も広くなります。でもね、私はそんなにここのケージは大変だなって思わないですね。大きいので洗うってことができなくなると思います。そこだけは押さえておきたいですね。で、2階はこれ適当に木の板を買ってきて切って、なんかめっちゃ汚くて申し訳ないんですけど、もう10年以上使ってるんで多めに見てもらえると嬉しいんですけど、ここにこういうのを木につけて固定してますね。ただやっぱ2階はね人気ないですね、なぜか2階は人気ないです。ここだけね幅が広いんですよ。なんでベビーの生まれたてのモルモットはねここを通過していきます。それは気をつけた方がいいかも。はい、みんなお散歩だと思って外に出てきてますね。よかったね、掃除だね、掃除じゃない、シャンプーだね。はい、ただですねこちらのケージは犬用なので、ここにね柵がないんでうんちとかチモシーが飛び散ります。なんで壁側には1枚板をね、こんな感じの板を、板なんだこれ、名前がわからない、ホームセンターとかでめっちゃ安く売ってるんですけど、これを壁際に置いてます。じゃないと壁が 100% 汚れてしまいます。絶対置いた方がいい。で、右側は段ボールですね。段ボールはちょっとしょぼいな。で、あとはこっち側もね一応開くんですよ。ここも同じ感じで開きます。ほら、まあ、こっちは使ってないですね。こっち側からね開けちゃうと奥行きが広くなってしまうんで、お掃除が大変になってしまいます。うんちがね飛び散るの嫌だよって人は少し加工した方がいいですね。こういう下の方になんか透明な板を貼るとかなんかした方がいいですね。このケージもね、まあいい、まあまあいいですよ、使いやすい。うちはこのケージでずっと多頭飼育してますね。まあ、やっぱ4匹とか5匹だとこのサイズで広場で遊ばせるって感じですかね。まあ、昔はこのケージ、このケージとこのケージを合体させて4匹で飼育してました。どうしたの、ちょっとシャンポ待ってね、シャンポ待ってください、シャンポ、あいでシャンポ待ってください、みんなシャンポがしたい、痛い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 。じゃあ皆さんすいません、すいません、撮影したいんで戻ってもらっていいですか。はい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 、もうよかったよ、戻ってください。俺くんかぼちゃでゆっくりしてやってる。俺くんごめんねごめんね、ちょっとお家戻ってもろて、よいしょよいしょ、俺くんじゃん。今散歩しただけでこんなに黒豆が発生しました。はい、では最後に私が一番気に入っているケージですね、こちらです。最近買ったばっかです。これはね犬用のケージになりますね。で、上もしっかりしているのでこういう感じで物とかケージとかも置けます。で、温度計も置いて、ハルインダストリさんの消臭ビーズも置いてます。これはねめっちゃいい。もう生き物飼ってなくても一家にもう一部屋に一台置いた方がいいですね。私臭いの苦手なんですよ結構、なんでこれは本当におすすめです。はい、こちらのケージすごくいい。まずここは扉はこう上に上げて引っ張るだけですね。で、観音開き、これはとてもいい。で、ここの高さもそんなにないので、モルちゃんがさすがにここに引っ掛けるってことはないかな。みんなスムーズに出てくれます。で、こちらのケージはペットシーツワイド3枚でできますね。めちゃくちゃいい、掃除がねしやすい。奥行きがそんなないんで掃除がしやすいですね。こっちのケージだともう自分が中に入って頭を突っ込んで掃除するって感じなんですけど、こちらだと奥行きがそんなにないので掃除がしやすいです。ただこの扉の高さ、どうした
そしたら、だんだん取った取ったの、かわいいね。かわいいね。どうしたのかな、ね、何してんのかな、一人で喋ってるな、大丈夫かなって。はい、話は戻って、こちらのケージの高さ、こうじゃないですか。こっちは、ここなんですよ。頭をね、ぶつけます、私、たまに。ここに頭をぶつけます。それが、デメリットかな。左右が壁になってるんで、うんちとかおしっこが飛び散ることもないです。ただ、でかいので、移動はできないですね。移動したりとか洗ったりとかは難しいと思います。で、組み立てがね結構重たいので2人でやった方が簡単だと思います。で、やっぱりここの間が広いのでベビーモールはね通り抜けていくと思います。で、給水ボトルはギリギリくっつきます。まあ最悪くっつかなかったらこういう網をここにくっつけて給水ボトルを送ってすればいいと思うんで問題ないと思います。やってきたんだ、乗ってるね、お弁当がね。ただこの犬用ケージ、デメリットもございます。それがですね、ここですね、ここの溝にチモシーとかうんちが入るとなかなか取るのが難しいです。それぐらいですかね。それと移動が難しいぐらいかな。でも私はこのケージめっちゃ好きです。はい、ということで我が家のモルモットのケージの紹介でした。とりあえずうちは安全第一なのと、お掃除のしやすさ重視でケージを選んでおります。まあ、中にはねこういうペットシーツ敷きまくって布の上で生活させてるって人もいますよね。皆さんはどんなケージでモルモットを飼育されてるでしょうか。よかったらコメント欄などに書いてみてください。ミルタン、ミルタン。ということで我が家はこんな感じでケージを置いて普段この手前のモルモット広場でお散歩させてます。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。